散るの忘れてた。あやっぱりね、なんか今、うん、一昨日も失敗したんですよ、押すの忘れてね。まあいいや、よかった。なんか今もしかしてと思ってみたら、すみません。あ、だからせっかく皆さんの挨拶が入ってないいやいやいや、そうですね。じゃあまあ、私、まあ、初めての方も何人かおられますけど、私は最近はですね、小さな会社のジャーナリストっていうんですね、自分で言ってます。まあ、コンサルタントとか、まあ、あんまりちょっと個人的にあんまり好きじゃないんで、コンサルタント、まあ、優秀な人もたくさんいますけど、それよりも、ね、別に私が指導して教えて成功したとかいうのはほとんどないですから、私は小さい会社で独立起業して、まあ、最低限なんか食えるようになってるっていう人の、まあ、事例をですね、もう20年近く集めていってますね。最初は自分のためだったんですよ。自分が独立して東京で半年でもうすぐ廃業してしまったんで、お金貯金100万切った時点でもう怖くなって廃業しましたね。で仕方なくビジネス社っていうですね、当時船井総研が買収した潰れそうだった出版社の雇われ社長からたまたま、これは面白いですね、飛び込み営業を東京時代にしてたんですよね。で船井総研東京本部っていうところに飛び込み営業してたんですよ。だから総務長が出てきて、ただその人が福岡出身だったんです。花田さんでしてね。で覚えてないんですけどね、その後まあ就職、職業無料職業相談業みたいな感じで独立をして、で相談に乗ってその人を知ってる会社に売るっていうですね、いわゆる人材紹介業ですよ。でうまくやったらリクルートとかインテリジェンスあたりは正社員が、例えば年収500万の人を紹介して採用が決まったらいくら紹介料をもらえると思いますか。そういったちゃんとした会社の場合、年収500万の人を紹介して決まった場合いくら払うか、大体知ってるという人。あ、まあ知ってますね。あ、どうですか。10万か20万。あ、どうですか。 20% ぐらい。どうですか。 30% ぐらい。30% なんですね。一応大手系は 30% です、ですから500万の人を紹介して就職が決まったら150万。もあれは 100% ですよね。それを私やってたんですよ。無認可で、本当はあれは労働省かなんかの許可がいるんですよね。ハローワークかなんか許可がいるんですけど、外国の外資系の会社は一切認可取らずに人材スカウトっていう形で、だ紹介っていうよりも人事コンサルティング料っていう請求の仕方なんですね。まあよく分かんないね、もともと業界だから、グレービジネスだったんですけど、大昔はヤクザの人が、妊婦出しなんかを紹介する、まあ、なんていうかな、だから人材紹介業っていうと揶揄されるのが、なんだ、口先業じゃない、なんだっけな、口入れみたいな、まあ、口入れやかなんか、まあ、いや、ちょっとヤバい系の人たちがやる仕事だみたいなイメージがあったのかな。あ、下手したら人身売買になるわけですよね。まあ、そういうのもあって、多分一応国のなんか認可がなんか今もいるっていうふうになってるんですかね、人材ビジネス系っていうのは。というのを私無認可でやったんですけど、半年でもうダメだっていうことで諦めて、でビジネス社というところでバイトですよ。私は独立したっていう話を多分出してたんで、そしたらなんかお前もう第一声かかってきたのが、萱野君なんか独立したらしいねと、食えてないでしょって言うから、なんで分かるんですかそんなもんだ独立はみたいなね、お前うちでバイトせんかって、で、船井総研の子会社になったから、流通業とか船井総研の社長、とか部長が喋ったやつをテープをお前にやるから、それをテープ起こし文字起こししてみろって言うですね、まあそこから入っていって、でだんだんとカルビーとか何社かちょっと覚えてますけどね、今でもまあ、何のインタビューしたか覚えてないですけど、インタビューして向こうが喋ったことを文字起こししていって、まあ最低限の文章に清書していくっていうですね、これは実は主婦の人で誰でもできるんですね。文字起こしぐらいはちゃんと聞いて、それはその通り言っていって、で変なところを削ってっていうっていうのはバイトをですね、まあ1年ぐらいこうしてたわけですよね。だから面白いですよね、それが後で生きるんですよね
もうすごく面白かったですよ。でその後は実家が1億円の借金をかぶって、で私もあの帰って親と一緒に1億円の連帯保証人に私もなりましたね。で結局先祖代々のじいさんからの、じいさんは成功してたんですね。親父もまあサラリーマンで成功してました。銀行の役員に両方ともなってたんですけど、サラリーマンでしたけど、まあ、成功してて、その資産5億がバブル崩壊後に8700万に下落して、でかぶったのが1億でしたからマイナスですよね、全財産売っても。で残りの1300万は地元に帰って、7社目が広告代理業に転職うまくできて、で3年間で借金をかぶってたんで、サラリーマンでね初めてスイッチ入りましたね。必死でやりました。で運よくその中の1社が精神美容外科っていうですね、私の本にもよく出てきますけど、サラリーマン時代から私は広告業として開店の、単行、フリーペーパーの広告作りとか、取材をして文章を私が全部やったんですね。でデザインはデザイナー任しましたけど、それが当たったんですよ。当たりましたね。反則面で貢献はしましたけど、まあもちろんその本人が後から考えたらすごかったんですけどね。でその氏が最終的には日本一の高額納税者の一社になりまして、ピーク時は年商34億円で利益が14億っていうですね。で個人病院だったから3年連続高額納税者100位以内にランキングするよりそのクライアントがなりまして、で担当広告代理店だった私も、何年かですね、非常に美味しい独立、その後はクライアント抱えて広告代理業で独立したんですけど、独立直後もまあどうですかね、年商で言ったら8000万ぐらいですからね。で毎月200万から250万ぐらい利益が、余ってたんですよ、私と海さん2人だけで、だから借金返済もう絶好調でやっていきまして、ですか2年半ちょっとで1300万の残ってた借金は弁済ですね、できました。弁済で言ってもあれですよ、他人の浦川清ってやつが作った借金を茅野家が肩代わりですよね。連帯保証ってそういうことなんですよ。今考えたらなんていうか、もうまあ理不尽そのものですよね。まあでも法律上一応仕方がないんですよ、あただね、今はもういわゆる自己破産っていうのがある意味ではちゃんとできますから、実は私の知り合いの社長とか事業とか著者でもですね、実は自己破産してる人はたくさん私知ってます。だけどそれは言いません、やっぱ、ちょっとやっぱりね、本人が言うんだったらいいけど、なんかちょっと悪口言うような感じだから言いませんけど、それはだから倒産破産夜逃げしてもですね、今福岡ではですね夜逃げして借金踏み倒したままでもう一度事業をやって、唐揚げ弁当で 17.5 億超えた豊永さんという社長もいます。それはその人は私の福岡のこういう勉強会、まあ、毎月実は明日も福岡でこういう会を主催してやるんですけどね、その会にも去年の春に来てもらって、その時はね3億、まあそれでも3億ですよ、もう10点以上やっててですね成功してますけど、そのセミナー中にもう普通に、いや実は夜逃げ前にしてまして、今も作った借金返してないですって平気でその人言うから、まあ、その人の場合はもう名前 もう今ネタになってるんでですね、名前を出しますけどね、それ結構ですね、だから破産とか倒産とか、まあ珍しくないですね、独立企業の世界では、最近まあ有名なのがロバート清崎さん、金持ちさん、貧乏倒産の人、まあ、検索したら出ますけどね、この前3回目の破産ですかね、でちょっと違うんですよね、アメリカの場合はトランプさんも4回破産とか普通にニュース出てますけど、ディズニーランドのディズニーさんも、4、5回ぐらいですね破産してるとか、検索したら一応出ますわ、ただちょっと日本と向こうの場合はちょっと事情が違って、向こうは、個人保証とかがなかったりするのかな、ですからアメリカ欧米の場合はえらいドライですよね、あ潰れた、あ破産した、おお次何やんのとかですね、お3回やったかすごいねお前チャレンジャーだねみたいなですね、前向きな評価が
ありますけど、日本がやっとちょっとそういう感じになってきましたね。いわゆる経営者の個人保証がだんだん今もうなくなっていってますから、無担保でもう貸すみたいな、で貸して失敗したらまあしょうがないねみたいな、貸し方も自己責任だみたいな、うん、そういう感じにまあなってるんで、まあ独立企業とかですよ、もしくはすでに何かやってるけども新規事業で新しくやるというのはまあね、そうは簡単に当たらないですやっぱ、うん、当たり前だけど、あのユニクロだって柳井さんが一生9杯っていう本をですね、出してますけど、まあ、いやユニクロが新しいことにチャレンジしたら大体一生9杯だとかですね、あれ謙遜してるわけじゃなくて、大企業でも新規事業っていうのはまあ一部で当たればねいい方ですよ多分、そんなもんですわ、うん、まあそういった意味ではチャレンジするのが当たり前の世の中にもっともっとなっていったらですねいいなと思いますね、というわけで、いつもはちょっと偉そうな理論から入るんですけど、今日はまあなんか結構相当気楽な感じだから、いきなりその 2枚目のこの成功事例、一応これ全部私が関わったのはちょこっとで、あとは直接会って成功者から聞いた話、裏話とかですね、最近のやつはずらっとこう書いてみたんですけど、なんか興味あるやつ何番か、あちょっとですね、ちょっと参加者のあれからちょっと言いますわ、こう書道家書家の人が来られてるんで、実はですね私のもう14年前からの北海道の食えなかった、今日来られてますけど行政書士で全くダメだった堀内正美っていうのがいるんですよね、今47歳ぐらいなんですけど、札幌の知ってるって人います、あどうぞもう自由に、はい、知ってる人いない、ああなるほどね、行政書士だったんですもともと、で全くダメでした、もう悲惨な状態、借金まみれまでは行ってないけども金がなくてどうしようかみたいな感じ、よくあるパターンだね、独立しても食えないっていうパターンだったんですけど、そしたらですね、あれはまあ私が最初のこの初版のこの前のこれ新装版が出たんですけど、10年前に初版が出てちょっと当たってまあ浮かれて全国ですねあちこち公園に回ってる時に声をかけていただいて、私がこう著者でまあプチヒットする前は広告代理業だったんですね、さっきも言いましたけど、でそのそうで借金かぶって福岡帰った時に人脈がもうゼロだったんで、高校以来20年近くぶりに帰ってきたんで福岡人脈ゼロだったんですよね、で東京の時は今日みたいなセミナーとか交流会とかよく出てたんですよ、で福岡でも出ようと思ったらなかったんですよ、あったかもしれないですよ、当時インターネットないですからね、インターネットない時代と今と比べたら本当そういう意味ってのはもう劇的に世の中変わりましたよね、便利になったとか情報収集では商売でもすごく良くなったよねと一見思うけど、それはみんなが同じ武器を今持ってるんで実は競争はもしかしたら昔よりも今激しくなってるかもしれないですね、ネットが余計なネットが出てきたから、出てきたからどこに何があるか比較検討が客からするともう簡単にできますよね、で昔は比較検討ができなかったんですよ、だからぼったくりもできたんだよね、高めに売るとか、セールストークでうまく、ね、セールスコピーですけどセールストークでうまく丸め込んでその場で一発で売りつけるブリタニカ商法とかですね英会話教材とか悪徳法犯とか昔の光通信の法犯ファックスコピー舞台とか、これができたんですよ、ところが今はすぐこの商品だったらパッと検索したら、特にハードのものっていうのは一発で値段分かりますよね、そういう意味では、ネットができたからよかったかって言ったら、そういうアナログ商売やってて曖昧な値段でうまく客を騙してやってた人たちが騙せなくなってきましたよね、だからそういった意味では、分かんないですけど何の話でしたっけ、あそうで異業種交流会を自分でやり始めたんです福岡で、最初は5人です、まだサラリーマンでした、
サラリーマンで営業マンだったから外で知り合った人とか、たまたまなんかどっかの同窓の人とか5人で飲み会をセッティングしたんです。その時に単なる飲み会じゃつまんないから誰かにちょっと30分スピーチしてもらおうと。で当時知り合った社長さん、あ、たまたまさっきのそのフライズ保険が買収したビジネス社の雇われ社長の花田さんという人が福岡出身でちょうど帰ってきたんですね、里帰りで。あ、じゃあちょっと東京事情を、でビジネス社出版社の社長としてちょっと飲み会で話してもらおうと。で30分話聞いてすぐ5人で飲み会と。でみんな異業種、帝国データバンクの福岡支店の記者とか地場経済誌の記者、営業マン、西洋製図セゾングループの不動産の営業マンとかですね、何人か、まあ、営業マン系とかが多かったんですけど、すごく面白いと。っていうのは同じ会社同士だと本音が話せないことがあるけど、異業種でいい意味で利害関係がないというのはいいよねということで、じゃあ毎月やろうかということで、毎月私が誰かスピーカーを探してきて飲み会です。これが5人が7人が10人が15人ぐらいにだんだん大きくなって、自分の当時勤めてた広告代理店の会議室でも足りなくなって、で結局一時期はですね毎回100人居酒屋借り切って、でかつ今から考えたら結構すごいですね、3500円でスピーカーの話がゲストの話が90分聞けて、でその後立食パーティーが3時間ぐらいっていうですねまあ、もちろん利益ゼロなんですよ、利益ゼロで、かつ講師もあんたもゼロと、ないよと。でちょっと秘訣言っときますですね、中野さんあたりも分かってるかもしれないですけど、いわゆる実業の何かの商売、飲食店の社長やってますが、例えば福岡で言ったらやずやの通信販売で成功してますが、実業家の社長っていうのは講師料とか期待してないですか。でこうやって話す系のやつはこすいですからねこすいっていうかそれが仕事だから一応ちょうだいって言いたいんですけども、いわゆる実業家商売でビシッと成功してる人はもう5万や10万とかね、変な感じですよ、いらんと。そうそう、だから地元で今で言ったらですね、ラーメンの一蘭の社長とか、まあ、私も何度も呼んでる一風堂の社長とか、あとやずやの社長、今の会長とか一度も受け取ったことないですね。でやずやの会長あたりになったら、もうそれは30万ぐらい普通に出たりするんで、一応ね、一応いただいて、いただいてもう自由ですよねと、これ私がどう使おうと、とはいお返ししますってね非常に今美しいですね。1年あたりは一応じゃあ10万もらいましょうと、それをどっかの NPO 団体が震災のあれに寄付してくださいとかね、あと福岡でこの前上場したホープっていうですね、自治体専門の年商20億で一応マザーズと副賞に上場したところがあったんですけど、そこもですね今日主催をして、経費払ってそれを山分けしましょうっていう、ね、なったんですけど、でまあ3万5000円ぐらいでしたけどね、それは熊本震災の方に寄付お願いします、ね、うん、でそのホープの名前ではそれは寄付しましたけどね、うん、という実業家ってね実はいらないんです、ことが多いです、ね、だからコツはこんな口先屋じゃなくて、実業家の社長を呼ぶと会の運営が安くできますね、安くできる。で私は最初、まあ、サラリーマンという立場もあったんで利益を出したらなんかやばいような気がしたんで副業でですね、まあ、結果としてはそれが最初の10年が、まあ、私もボランティア、講師もボランティア、参加者も実費だけっていうですね、非常にこう贅沢な会で、かつネルトンパーティーだったんですね半分は、私が実はそれちょっと狙ってて、参加者の中からどうこうピックアップしようと、女性をですねというのもあったんで、サラリーマンも山ほど来てました、64でサラリーマンでしたね。で毎回100人来てて、でその中から自然にやっぱり当時の広告代理業のクライアントさんができてたんですよ、一応下心もちょっとね、ホームページの受注も一応ちょっと狙ってますよね、ね、それはねいいんです、別に主催者の特権だからってなことをですねこの人に教えたんです。あ、じゃあ僕も主催しようたら、いきなり1回目2回目ぐらいから実は100名集まったんですよ、わーって、まあ集めましたね、必死になって商店街も回って一軒一軒チラシを配っていたらしいんでですね来てくださいってね、
で集まっていって、で一気に彼が札幌でまあちょっとした有名人になって、実態は単なる何やってるか分かんない行政書士だったんですけども、この延長でじゃあうちの美容室の中のミーティングのちょっと仕切り役司会役やってよとかですね、まあコンサルみたいな風になっていったんですよ。偉そうですね、人事コンサルみたいな。社長の代わりに美容室の職員に面談をして、社長に言えないことを、彼は優しい性格なんで彼には話すとかですよ、それをこう告げ口じゃない形で社長にちゃんと進言するとかですね。おお、コンサルタント、組織コンサル、接客コンサルになっていったなみたいなね。あと社内のマニュアル作りも頼まれたりしていって、おおすごいねと。でそのうちチラシのちょっと似てますよね、コピーライティングもできるようになってきて、おおすごいじゃんと、感動物語コピーライターっていうに変わっていったんですよ。で彼の趣味が実は手書きのハガキを書く、それも筆文字で書くっていうのは趣味だったんですよ、ね、でまあ私が唯一書けるのがこうね、ありがとうとこう書いて、でここにちょっとこうニコッとね、いうまあ大したことないですけどね文字を書いてえみたいなことを彼は書くのが趣味で好きだったんですよね、はい、そしたらだんだんと名刺交換した人に彼は送ってたんですけど、このもらったこうね、なんかなんだ、例えばなんですかね、感謝とか書いてですよ、でこうなんか、あちょっと失敗ですね、まあ漢字を書いて文字、あの絵に見えるような筆文字ですよね、うん、でもらった人がみんな感動して、うわすごいと、この書き方教えてみたいなですね、書き方教えてくださいという声が多くなっていって、で結局今はなんだ、筆文字、これ検索したら出ます、筆文字笑顔流っていうですね、筆文字笑顔流、まあこれで検索したらブログとホームページとかいろいろ出ますけど、筆文字笑顔流、あなたもこう筆で、笑顔のハガキが書けますよ講座を1回6980円、3時間コース、筆ペン付きっていうですねなんと今年間150回から200回全国で筆文字教室をやってるんですよ。でどう見ても1000万は超えてますね、自営業ですけど、それがこの5年の間ですよ。びっくりしましたね、俺行政書士が接客コンサルタントになってコピーライター広告屋みたいになって、で今はその趣味の筆文字の書き方を教えるのがメインになって、年間150から100、200回ですよ。つい先週も実は福岡来た時あったんですよね。その時はね、福岡の企業研修で、その時は1回10万円プラス交通費をもらったっていうですね、多分普通は一般の人が感動した、一般の主婦とかサラリーマンが主催をして口コミで集めてるんですよね、その教室に。だからせいぜいね10人ぐらいです、10人とか7人とかそれぐらいが実は多いんですけど、10人っていうことは、6万9000円、7万円弱か、会場費引いて、で一応主催者にもある程度なったらちょっとこう分配っていうね、いう感じですよ。多分どうかな、1回あたり5万円ぐらいじゃないかな、5万円で200回で1000万か、うん、150回だと700万ぐらいかな、うん、プラス別途そういう企業研修が間に今入り始めてる。あ、ソニー生命の営業マン向けに、営業マンがお礼はがきを書くときにこの感動筆文字を出しましょうっていうので、ソニー生命の幹部の人が会社じゃなくて個人で主催をして、集まった営業マンから今日みたいにお金集めて、で給10万円を払ったらしいんですよね。そういうのが今増えてきてるんですよ、この人、ですからね、何でもそうなんですけど、ね、その、ね、初夏の方も自分でも分かってると思うんですけど、書けるんだけどもどうやってその人を集めるか、いわゆる営業活動ですよね。どんな商売でもそこがかなりの部分を占めるんですよね。で、ね、補聴器一応売ってますけど、それはメーカーのものだからどっからでも仕入れられるんですよね。
あのお店もたくさんあるし、問題はその売る先ですよね。売る先をどうやって見つけるか、集客するか、もしくはこっちからもうガンガン悪徳飛び込み営業やって、騙して売るかとかね、そういう営業力か集客力、いや簡単に言ったらそれがいるわけですよ。それがアナログ系とネット系とか、まあいろいろこうあってですね、うん、で実はこれ彼は表に出してないんですけどね、表を見るとブログとかフェイスブックとかはなんかこうニコニコってした感じで装飾系で、話してもなんかなえなえなんですよね、うん、でどうやってその年間150から200回ぐらいその筆文字教室がまあ実現してるわけですよ。どうやってると思います？本人は無名ですよ。受講した人たちにとってはまあ言ってみたら筆文字書道の先生みたいなね、カリスマみたいな風にはなるんですけどね、一般にはまだまだ無名だし、どうやって150回200回もセミナー主催が開催ができてると思います？まあ詳しくはですね、 Facebook とブログをこうずっとこう見ていくと、あ、なるほどと、一つは実は私も今回そうなんですけども、昨日京都の公演がもともと決まってたんですよ。でその前後決まってなかったんですよね。でそしたら一昨日は姫路の人がそれ見つけてくれて、あ、ついでに来るんだったら姫路ちょっと来てよみたいなね、もう最低限のフィーでみたいな、あ、いいよいいよ、ついでだから行くよみたいな。で大阪はちょっと自分で久しぶりに取材をちょっとしてみたかったんですね、このここで西大でねですからもともと決まってたのはお金ちゃんと払うよ来てよっていうのは京都だけだったんですね。でその前後でそうそう、姫路の人は前からの知り合いで、まあ多少ちょっとですねやってよみたいなアプローチやっぱしました、ね、で大阪はまあ自分で主催したんですが、だから彼も実はどっかで一つ小さな6980円で、10人集めますからっていう個人の主催者がもし例えば大阪で決まったら Facebook とかブログを見てたら分かるんですね、10月19日に大阪でやることになりました、この前後空いてますのでよろしければ、主催をしていただけませんかって、で主催の仕方はこうです、主催の仕方をちゃんと書いてあるんですよ、で集客のコツアドバイスも一応書いてましたね。で最低限例えば3名しか集まりませんでした、それでもあなたは損しませんという講師料 の分配の仕方ですよね、そこまでちゃんと書いてある。だから主催者が素人でも、で本当は10人ぐらい目標にしたけど、5人しか集まりませんでした、それでも失敗じゃないです、全く OK ですと、っていうのは僕は別途大阪ではちゃんとお金もらって来ていますから、今回天ヶ崎で主催していただいて、3人4人まあ最悪1人でも全く OK ですというふうなんですね、ことを書いてましたよね、というのを読んだ一般の主婦とかサラリーマンとか応援の人が、あ、じゃあ私が主催したいって、周りの友人知人ほとんど口コミ紹介でだね、主催者の口コミ紹介で集めていってという小さな勉強会の主催、筆文字教室の主催をこの5年ぐらい続けていって、いつの間にか多い時今は150回から200回年間っていうですねいう感じになってます。であとはこれはフェイスブックとブログを見ててはわからないことを実は彼は裏でやってますよね。さあ何かって言ったら、私も彼を呼んでセミナー主催を1回2回ぐらいやったんですよ。ですから主催者っていうのはそういった講師にしてみたらありがたい存在ですよね、非常にありがたい存在。そういう人に対して彼が、何をやってると思います？フォロー活動で、これはね見えないんですよ、ネットジュニア出してません。でかつ私もそのフォローされたんですけどね、フォローされてびっくりしたんですけども、このことはブログに書かないでくださいってねまあ具体的に言ったら何かもらったんです、特別に主催者は、全国の主催者は何百人からにだけ彼は何かを送ってるんです。年に2回ぐらい送ってますね、今も来ますよ彼から。そのことはブログフェイスブックには上げないでください、上げたら大変なことになりますみたいなね、バレたら大変なことになるので言わないでくださいっていうね、でここはもう言っちゃいますけどね
何やってるってことですね。まあ、いや営業活動をやって新規受注したらその後のフォロー活動ですよ。フォロー活動、いわゆるアナログネットでいろいろありますよね。お、岩さん、なんだ、はがきです。まあその通りです。筆文字はがきが売りの人なんで、その主催者の人一人一人に単なる手書きのお礼はがきじゃなくて、それも来ますけどね、お盆の時はうちはこの去年来たやつはね、もう私の事務所の一番目立つとかやっぱ貼ってますけどね、うちは来たんですよ。でよう見たら雨にも負けず風にも負けずどうのこうのっていう、あの宮沢賢治のあの有名な長い詩っていうか俳句っていうか、あれがびっしりこの堀内さんの文字でこう書いてましたよね。よく見たらね1枚ずつ書いてるんですよ。それを何百人かに書いてる、あの印刷じゃないです。今うちは簡単に印刷できますけどね。それと年末は日めくりカレンダーが来ました。これも手書きなんですよ。1週1日ずつですね。だから31日分、うん、私だけの日めくりカレンダー、その筆文字で書いてるんですね。てなことをその今までお世話になった、得意客には裏でやってるんです。裏でフォローで、だからそのもうされた方としてはですよ、もう今日みたいにもう勝手に、ね、禁止破ってですよ、話してまくってるんですよ、口コミ障害で、こんな人いるよみたいなね。だ実はやっぱりいわゆる裏の営業活動ですよね、フォロー活動というか、これどんな仕事もそうですね。特に職人系というか、まあ中小零細事業業ってみんな職人業ですからね、言ってみたら。そういう裏の商品以外の裏のその営業活動とフォロー活動ですよね。やっぱそういうことだなっていうですね。今日、まあ、この本とか読んでない人とか話私の初めて聞く人にとっては、まあ、何度も聞いてる人にとっては耳にたこのこの八大戦略っていうかですね、商品地域、ちょっと待って567、まあ一応、まあ後で簡単に言いますけど、商品戦略、地域戦略と、あとこう南南戦略っていうのがあるんですけど、商売で一応大事なやつですよね、商品がやっぱ大事ですよね。とりあえずは売る商品は絶対いりますからね、どんな人だって。口だけだって、私も口だけの言葉が商品だったりしますけど、商品が絶対いると。自分にとって勝てる生き残る商品商売っていうのは何だろうと、で自分が勝ちやすい地域はどこかと、アナログの場合はこの地域がいいとかですね、ネット上でも実はありますよね。ネットの中で勝ちやすいところってやっぱあったりしますけど、あとポイント何でしょうか。まあ、売れる商品が大事だと、勝てる商品地域が大事だと、アナログの場合は。あと何が大事でしょうか。知ってる人は言わないで。あと何が大事でしょうか。どうですか。もうさっきから盛んに言ってる。私がもう盛んに言ってること。商品が良ければ成功するのかと。シーメンス出身メーカー。商品は超一流。それ持ってても売れない人がたくさんいますよね。というのは、というと商品力プラス、あと何が宣伝です。宣伝ですよね。ね、行きますと、まあ一応営業と営業活動、これがガンガン攻めるなんですかね、こっちから行く営業と集客する営業と、まあ両方ありますよね。でかつこれがアナログとネットと、もういろいろ今分かれていってますけどね、手段がもうたくさん増えていってますけど、とあとはフォローですよね。フォロー活動、フォロー、これは私たちの間では一応顧客維持戦略戦術とか言ってますけど、こちら新規開拓ですね。新規開拓をどうやるのかと、その後はリピーターとかファンとか口コミ紹介をもらうにはどうすればいいのかっていうですね、皆さん営業活動とフォロー活動っていうのを一応我々は分けてるんですね。分けてますけど、あとはこれも大事なんですよね。何でしょうっていうか、はい、じゃあ岩田さん。
客層ですね、客層戦略と自分の客は誰かって言うんですね。で私これじゃないか、一昨日先週ね久しぶりにユニクロに行ってジャケットと、ポロシャツなんていうかシャツを買ったんですけどね、最初はイオンの新宿コーナーに行ったんですよ。でガラガラです。でこう見たけど何も響かなかったですね。でそれから紳士服の青木かなに行ったんですよ。ここもガラガラですよね。でスーツ以外のジャケット系とかこっちのシャツ系見たんですけど、カジュアル系見たんですけど、もう何も響かないですね。でその下に無印があったんで、で行ってみたらおっと客がいましたね。おおやっぱまあカジュアル系ですからね、そのビルが、男女がこうな感じで、でちょっとおしゃれ系ですかね、無地系って言ったらですね、で女性が多かった。でなんかやばい匂いがこうして、あ俺の世界じゃないとなんか嫌だなと、うまいことこうねブランド化してるわけですよね、無印さんは。でなんか俺には合わんと。でその上が、ユニクロのメンズとあれ分かれてて、メンズもレディースも両方ともクーンごった返してましたね。でこういうおっさんもいれば若いのもいれば、まあ明らかにあの夫婦系もいればですね、あすごいと思いましたね。まあユニクロのお客は全てなんですね今や。でかつそれに合う商品を、そんなに種類多くないじゃないですかユニクロって。だけどなんかおっさんでも学生でも10代でも OK ですよね。もう行ったらもう即響きましたよ。おおこのジャケットいいじゃんみたいなね。かつて5900円で安いんですよ。青木は2万円ぐらいとか3万円ぐらいとか、それも2着目は1000円とかね。なんと姑息な売り方なんだよね。思いましたよ。なんだって思いましたね。なんかそこでもでもなんか売り方がなんかねって、そこもなんか偉いもうカチンできましたね。そしたらユニクロはそら騙し一切なし、まあ、バシッて出してますよね、商品も値札も出して。で安くていいんですよ、なんかもうセンスもバシッてきましたね私にとって。そのシャツもそうですね、はあ、それもそのまあ一般大衆狙いですからユニクロの場合は、まあ貧乏人から金持ちなんかでも飲食住は別に、ね、普通でいいやっていうふうな人なんかもユニクロ全く OK ですからね。いや恐ろしいと思います、やっぱと思いました。いつの間にか、私が15年前にユニクロ柳井さんに仕事でインタビューした時には年商8800万だったんですよ。山口宇部の本当の田舎まで行きましたね、取材して やってましたけど。今ユニクロ年商どれぐらいあるか知ってるっていう人、ユニクロなんと1兆円いつの間にか超えてるんですよね。1兆円超えてるんですよ、驚きですね。でああいったきちんとした、まあ、メーカーです、あそこは実態はメーカー兼小売店も直営で全部やってるっていうですね、生産は今多分バングラディッシュとかミャンマーとかあっちの方で中国に移っていってるんですけど、ああいうこうなんていうか大量生産大量販売品の企画品がビシッと出来上がっていったら今は実は一気に売り上げ伸ばすことができるんですね。それ何だと思いますか。実は一風堂もそうです、一蘭もそうです。それで一気に売り上げ今伸ばしてるんですよ。前はあんまりなかった、この10年ぐらいですよ。アジアに店出せばね、物は同じで単に輸出というかアジア持って行ってるだけですよね。物がもう出来上がってますから、ね、ああいったいわゆるメーカーですよね、パッケージ商品をうまく持ってるメーカー、日本で強い商品力、それ持っていくだけで売れるんですね、で欧米だとですねやっぱ進んでるアパレルとかまだまだたくさんありますから、多分ユニクロもまだちょっと苦戦してるんですかね。でラーメンなんかもうパッケージができてるんで、もう出せば1億2億増えるっていう感じですよね。だから我々はそれができないから、できないしそういう商品やっぱ扱っちゃいけないとね、手作りめんどくさいです系ですもんね我々ですね、当たり前ですけど。大企業系は大量生産大量販売系、で地方金地域、だからユニクロは全てのお客さんです。我々は、自分のお客さん絞ってるという人、全ての人に売ってるわけじゃないと、
おお、え、どんな人に絞ってるんですか。まあ、従業員さん10人以下。10人以下、はい、はいはい、なるほどね、はい、お祭り男は、お祭りの場合だったらもうメディアさんがほとんどですね。ああ、取材申し込み、取材申し込みとか、はい、出演依頼とか、あ、番組出てくれとか。そうですね。なるほど、なるほど、はい、がほとんどですね。なるほど、なるほど、ね、そういった場合の法人の客層は実はマスコミ。そうですね、っていうですね。なるほどね。まあ、エンドユーザーでは何かあるんですね、客層って。なんかエンドユーザーはもう強いて言えばセミナーですけども、セミナーもやめようと思ってます。あ、セミナーされて今日みたいに集めるっていうのは、はい、ここはもうやめよう。あ、やめようとね。なるほど、はい。なのでもうメディアに出るか、それかもうエンドユーザーはもうネットに情報を上げて、はい、そこから広告収入を得るみたいな、そういう形で。あ、なるほど、ね、だけ手間をかけないで、はいはい、お金が入ってくる、はい、仕組みです、ね、なるほどね。あ、収入はどうしてるんですか。呼ばれて出演料と、ネットの広告料とかアフィリエイト収入とか、そんな感じです、ね、ああ、なるほどね。そうですね、うん、じゃあ山本さんのお祭り男、もう前から、何年か前からなんかお祭り男ってこう言い出してですよ。あ、なんか言っちゃったのかなって。いやいや、いや、顔の表情もね、だいたいこうお祭り男っていうか、ほらどうしたんかなってね。そしたらなんか実はお祭りの評論とかなんかあれでね、最低限食えてるみたいでね、もうびっくりしました。取材された記事が実はね、検索したら出てきますけどね、うん、いやー、びっくりしましたね。だから、まあ、商品お祭りに特化、客層もお祭り系に特化っていうですね。いやー、びっくりしましたね。うん、あと、あと、なんか絞ってる、あ、絞ってる。僕は50代60代の主婦。主婦、はい、に何を売ってるんですか。 CD カウンセラーの教材販売。 CD カウンセリングの教材販売。 CD カウンセリング、あ、心理カウンセリングの教材ですか。そうです、はい。 DVD、 CD。 そう、CD とは本なんですけど、はい、それ結構、ね、もっと絞ったらシングルマザーさん用に、シングルマザー、シングルマザーの方で家でもできる仕事、今うつの人がすごいんで、はい、もうすぐカウンセリングが今流行ってますので、はい、その教材を教える、教材を販売します。あ、教材販売してるんですね。教材を販売します。お、はい、なるほどね。ちなみに客単価、教材っていくらの。19万8000円。はい、ほう、原価。講座もやって、はい、それでカウンセリングにして、はい、で、客の集客から、まあ先生みたいにやり方とか全部教えて、はい、で客もつけてやりますからっていうことで。おお、はい、なるほどね。50代60代はかなりの主婦がかなりお金も持ってますし、20代30代はちょっと無理だったな、はい、結構多分20代30代の女性だったら、もっとかっこいい心理カウンセラーが取ってますよね。そうです、ね、心や人物系では勝てないですけどね。まあ一応あの辺はこうでかいあれで、まず江藤信之とかですね、まあ、もう全国スクールやってもう超大成功してますけど、ああいう教授と同じことはやっぱできないし、いや、もうやる気もないしですね。50代60代、はい、特にシングルマザーさんがすごい今離婚むちゃくちゃ多くて、はい、でシングルマザーさんですから、勤めてもすぐ、はい、子供が家でさ、はい、取りに行かないんですよ。なるほど、なるほど。家でできるやつで、で結構10分1000円なんですよ、カウンセリングで、はい、1日あれば6000円ですから、はい、まあ1日1人やればいいという。なるほどね。そのやり方とスクールとか集客のやり方をその19万1000円で教えてる、はい、教材をと、教材、うん、とたまにアナログスクールもやってると。はい、スクール付きで次に行かれる、はい。で、売り方も普通の心理カウンセラーでしたらネットとかやるんですけど、はい、僕は電話営業でアウトスクールで全部ダラかけさせて、電話営業で売ってる、やってないと思って教材を、はい、おこれはすごい。今時敵がもうゼロに近いですね。今資格商法とかアウトになりますよね、はい、問題なんて、はい、けどカウンセリングの教材はならないですね。ああ、そういう悪徳商法じゃないですから。なるほど、クーリングの対象にならないとか、はい、なる
体そうそう柔らかい、うんね、女性向けのそういった教材を電話先生売るなんてやっぱりいないんですよね。あびっくり。そんなこと書いてありました。そういうのに絞ってやるとか、はい、あ客層絞って、はい、商品地客層絞って、はい、かつ営業はあのあれですよね、接近戦ですよね。いやそうなんですよ。実はね、私も反省してるけど、昨日は京都でやったんですけどね、で名刺交換したんですよ今日みたいに。そしたらですね、一人だけメールアドレスはない、ホームページも何もない女司法書士がいたんですよ、うん、でたまにいるんですよね。ああこの人はダメだろうなってね、今時なんでないのかなと大成功してたんです、それです。なぜかなぜ載せないんですかって。いやメールとか載せるとただで相談してくるような輩ばっかり来るんです。だからもうシャットアウトしますからね、うん、あの軽く私見られたくないんですっていう、こうほーみたいなね。で聞いたらどう見てもうまくいってる司法書士さん、ああで、あもっと言おうか、パッと見でえらいいい女なんですよ。30代半ばぐらいのあのなんかなんとかの今なんとかクリームの宣伝出てる、ちょっと前にブレイクしたあのショートカットの女性、わかんない出てこないけど、なんとかっていうこうスベスベみたいなんですね、まあいいや、似てるぐらいのね、なかなかいい。ところが中身はね、居酒屋で二次会で話したら、もう前からの知り合いもいたから分かったけど、男やんお前みたいなね、中身は男なんですよ。ところがじゃあ営業活動でどうやって受注してるか、アナログ、全てアナログなんですよね。司法書士だから不動産関係の男の担当者と付き合いが多いっていうね。でね、迷った勢いでいいこといろいろ言ってくれましたね。悩んでる女不動産会社の社長がいて、簡単やそんなもんはどうすんだってみんなが聞いて、これはっていう時にはね、勝負の時にはね、胸のボタンをね一つ取るのふっていう時は二つ取るのよみたいな、開くのよってとかねいやでもねありだなと思いますね。特に相手が野郎系の場合、不動産業界とか建設系とかの場合は、そういった社長系って嫌いじゃないですからね、うん、でかつ彼女はビシッと仕事もねしてますわ、うん、まあそういうのは初めだからね、ほっといても来るんですね。で女性で司法書士っていうのは多分ねやっぱ珍しいんですよ。ち実力もあるし、まあいい女系だしっていうのも、まあ女を売るっていうことねちょっとあって、人によってはちょっと良くないかもしれないですけど、まあそれはそれでありだなと思いましたね。バリバリアナログです、ね。でネット系の弊害っていうのは、本来はちゃんとあってアナログ営業面会活動するべきなのをネットでごまかす人が山ほど増えてきてるじゃないですかね。で私なんかフェイスブックちょっと上げたら、もうすぐいいねを押すような人っていうのは大体ダメですねやってる方もダメだしね、うん、まあまあそれはいいとして、私はまあうまくこうフェイスブックはね遊んでるし、今日は大半がフェイスブック系で引っかかってきてますんでねまあしっかりやってるんですけど、うーんっていうか、まあだからそういったあれですよ、ネットの時代になればなるほどアナログ系が実は穴場になってきてますよ。ライバルが少なくなってきてるからですね。私の知り合いで言ったらですよ、この大阪神戸出身か在住ですけど、柳生っていうですね事業専門のコンサルタントがいましてね、侍なんとか塾ってやってるんですよ。本人は事業じゃないけども、元悪徳船井総研にいたあのずうずうしさも生かしてね、日本一の経営コンサルタントって自分でよくそんな名乗れるなってね、普通心が痛くて名乗れんよね。でも船井総研系とか、あの潰れたベンチャーリンク系とかね、まあやっぱ関西系なんだよね、もう厚顔無恥で日本一ですって言うもんね。船井幸雄自身がそうだったから、僕は今までコンサルタントで失敗はゼロです、嘘つけてま上場会社なのによく言うだってあんたはみたいなね、うん、まあまあ、まあ、いいと思うんですよ。それぐらいねやんなくちゃ、いざという時には営業活動では、でまあ実は評判いいですよ、あの福岡でも実際受けた修行の人たちで、彼がどうやってその修行セミナーに修行の人を集客してるか、表向きはね私と同じようにフェイスブックで相当ねうじゃうじゃやってますけども、実は一番の集客
説明会への集客なんだと思うんです。皆さんね、私にもその案内が来るからね、もう分かってるんですよ。もう福岡の修行系とか福岡のコンサル系は、あ、また野球かみたいなぐらいしつこい営業をやっぱねやってます、裏で。でそれで成果上げてる、なんだと思います？ファックス。ファックスです。いや、ね、修行向けとか、例えばまあ食えてないコンサルタントとか、保険代理店とかですね、彼はそういったところに対して、あなたも僕みたいなコンサルタントになりたくありませんかみたいなですね、そのなり方を教えますって。事業の人は実務系しかできない人が大半なんで、実は営業もできないし、いわゆるコンサルティングもできないですね、大半の事業の人っていうのは。そのやり方を教えます、一応船井総研出身で す, です、ね、いう実績もあるし、あとは参加者の声すごかったです、野球様すごい、いやもう二度といませんこんな人はとかですね、あのよい人の声をたくさん並べて一枚のファックスにもうぐーって詰め込んだやつをファックス DM で、もうほぼ毎月来ますね、福岡なんかでますね。説明会 毎月東京、福岡、名古屋、福岡、札幌、広島なんかでやってますんで。ところがちょっとやりすぎてしまったようで、福岡では結局前回集まれませんでした。で会が成り立たなかったですっていうのは言っちゃいかんと。バレてます。あの別に彼はこんなん言ったってもう全然気にしない人間ですからね、あのずるずるしさでね彼はやってきてますよ。あ、いや一応大成功です、個人のコンサル業としては。修行に経営コンサルの、まあ、入門編を教えるっていう意味では圧倒的1位になってますね。まあまあ十分5000万ぐらいは稼いでるでしょ、売り上げでいったら、結構高い30万40万ぐらいの10回コースを、全国でいったら何百人か教えてますんだね。でも裏にはそういうこう多分あれクレームだらけですよ、送ってくんなこのファックスをみたいなね。私も何回かやったことがあって、やっぱり1枚2枚来るんですよ、何百人か何千万人か送ると、送るなってね、やっぱ俺のインクと紙を勝手に使いやがったっていう被害者意識があれ出やすいですから、ファックスっていうのは。それを何回かされるとみんなやめるんです、ファックス DM は。だからあの業界のファックス営業っていうのは敵が少ないです。みんな怖いからクレームが、であとは修行の人っていうのは平均年齢が 60代なんですよね。実はメールもできない、ネットもできない、見てないっていう人が多いんです修行は。だから実はネット上でいくらやっても相手が、だからさっきと同じですよ、50代っていうか60代が中心なんで、食えない修行、向けにはアナログが本当正解なんですよ。場合によっては、ね、今日聞いた、もう野球さん、もう電話営業ガンガンやったらって、なんか5、60代の、ね、心理あのカウンセラー教材を、あの悪徳営業やってる人がいたよって、あれやるべきだよみたいなね、うん、だからアナログの人は電話営業慣れてますからね、慣れてるっていうか、むしろそっちの方がいいかもしれないですよ、要件はアナログで聞いた方がですね。うん、というのもあれば。逆に姫路ですよ、姫路でつい一昨日聞いたシャロースさんはホームページだけで 100% 受注、まだ企業3年目ですけどね、十分増えてます、 100% ですとネット系で。でね、でそのホームページもなんとね、たった10万円で作ってもらったっていう、うん、でその脱サラ前の活動がね、なかなか大したもんでしたね。その人はダイハーツの営業マン出身なんですよ。でなんとなく総務部とか人事担当でもなかったけども、なんかのあれで一応社労士だと思って社労士の資格取りましたと。でも修行未経験だから分かんない、勉強しようと、修行がどうやったら成功できるか。で彼が取った行動何だと思います？私ね、久しぶりですね、そのやり方は一風堂の創業者が最初の脱サラで、2度目の新規事業でラーメン屋を出す時、最初バーなんですよ、2軒目がラーメン屋だったんですよ。ラーメンど素人でした。その時の川野さんの動きと全く同じことでしたね。これめったにいない、そんな人は。何だと思います？ノウハウつけようと思ってやったこと、あっぱれですね。矢勢の創業者もその話を聞いた時には、僕にはできない、すごいな一風堂の社長って、ね、言いました。何だと思います？
未経験で先輩からノウハウを身につけたいと思った時にやる行動、まあ一つは就職するっていうですね、その業種に就職する、もしくはバイト、出入り業者になってみるとかですね、まあサラリーマンのふりして盗むってやつですよ。これは非常に有効な方法です。だから全くの独立の時に未経験でいきなり独立する人ってね、意外に実は多いんですけどね。私も実は気づかなかったんですよ。最初の失敗の人材紹介業、本当はその会社は就職すればよかったんですよね。もしくはバイトでもいいから、それがダメならそこのビル の清掃人かなんかなって、あの、ね、キッチンコーナー行ったら裏の話ずっとこうしてますからね。とか当時はセキュリティなかったですから、勝手に入り込めたから聞けたりできるわけですよ。それはそういうやり方でも、一風堂の社長とその姫路の社労士の人は、はっ、もう真正面から来ました。どうやったと思います？真正面からノウハウを教えてもらったんです。具体的にはどうやったと思いますか？お金を払って。その通り、お金払ったんですよ。姫路の社労士は30万払ったって。30万払って、もうその先輩うまくいってる社労士のもとで、まあ修行っていうか、なんかだからサラリーマンでもないんですよね。もう金もらう、金を払った分堂々と聞きますよね。堂々と、実はそれが良かったって。その時に紹介してもらった姫路のホームページ屋さん、あ、姫路じゃない、どっか東京か忘れたけど、どっかのホームページ屋さんで10万払って作ってもらったホームページが当たったって言ってましたね。でかつ、ホームページ出した後もっと売り上げ伸ばそうと思ったらどうするでしょう。ネット上の中野さん以外どうすればいいと思いますか？ネット上でなんかホームページ作りました、でお客が来るの待つ、それ以外にもっとアクセス増やしてネット経由の受注を増やしたい場合にはどうしますか？中小零細事業の 99% はそれをしてないです。私はたまにあるところにそれを、まあそうですね、3000円出したことがありますねとか1000円とかですよ、500円とかその程度ですね。私はね、ネット上の集客のためにやってることは、まあだからレベル低いんですね。でそれなりの人はね、やっぱやってます。それを何でしょう？ホームページを作る以外、ブログを作る以外、 Facebook やってます以外、ちょっとできる人たちにとっては当たり前のことをやってます。投資ですよ。ネット上の売り上げ増やすためにやってること何でしょう？アドワース。まあ今 PPC 広告っていうか、検索した時に出てくるあれにお金を払ってるっていうですね。その姫路の社労士さん、毎月10万も払ってなかったけど、何万円か毎月やっています。だから姫路社労士助成金で検索するとその人のホームページが出てくるんですよ。でなんと姫路ではわざわざ金払ってる社労士は2人しかいない自分が独立系で、もう一つは大手チェーン系、だからもうまあ一人勝ちですよね。言ってみたら大手チェーンが好きな人と個人事業が好きな人ってもう分かりますからね。私もだからチェーン店やっぱ好きじゃないですよね。でどうせ何かで付き合うんだったら、お互い自営業経営者同士の方が、大手に頼んだらサラリーマン担当者来るじゃないですか。なあ、私はもうそんなどうでもいいと思ってますんで、個人系は私なんか選びますけどね、というですね。その人はだからホームページとネット広告で 100% 新規は開拓っていうですね。一方さっきの京都の司法書士は 100% アナログと、まあいろいろそれぞれ、あるっていう感じですよね。いろいろですよね、でちなみに最近広告の効果がいいっていうか、もうだいぶ増えてきましたけど、私も5年前にある人がネット広告でうまくいったという話を聞いて、でその人はセミナー出ました。そしたらその肝心のことはレジュメに書いてませんでした。ここはレジュメに書きたくない、バレたくないんですと。やる人が増えると嫌だからレジュメに載せてませんと。だから口頭だけで言いますと。で言ったこと何だと思います？ネット広告でこれですと。3年前ですか4年前です。今だともうだいぶ増えてきました。だけどまだやっぱ効果があるらしいですね、そのネット広告は。何だと思いますか？ Facebook に出したことあるって人、 Facebook に、ああですよね。
まあ、出してみたこと、あれはね250円か500円でも出せるんで、一度あれはね勉強のために出してみたらいいですね。クレジットカードとかですぐ払いますから。あれはまさにねこの商品地域逆走のセグメント、20代の人だけに出したいとか、職業自営業の人、サラリーマンだけ、大阪市内中心部から1キロ以内だけとか、10キロまでとかね、男女別は当然、あとは趣味、なんかジャズが好きな人とかですね、ものすごい絞り込みができるんですね、 Facebook 広告っていうのは。それも広告代理店関係なしに自分でちょっとあれ説明をちゃんと読んでいったらもう分かりやすいですよ。驚きですよね、その代わり Facebook やってない人には届かないっていうですよね、私なんかもこう今日来てる半分ぐらいの人もね Facebook でよく遊んでますよね。そういうこう遊び人向けっていうか、 Facebook に親和性が高い人向けで、今学生見れば20代30代40代サラリーマン、俺も自営業もいれば、そこそこのこんな社長もやってんのみたいな人もいたりしますから、それを Facebook 広告っていうのは選べるんですね。だから無駄がないんですよ。あれがすごいですね、広告代理店出身としては。こういうのがねはびこってくると困るんですよ。広告代が少ないで、かつ効果的な広告出てしまうから儲かんないですよ、広告代理業としてはですね、だから電通はこの辺りが一番困ってるんですよ。で今までまあ効果が分かんない CM とか新聞広告とか雑誌広告とかイメージ広告で、ぼったくってましたんでね、それがだんだんできなくなってきてます。まあいい世の中に本当になってきてるなとは思いますけどね、じゃあ商品地域客層、自分が勝てる商品、勝てる地域、勝てる客層はどこかで、勝てる営業方法は、でフォローの仕方は、あとはまあ大変なところはあんまり必要ないですよ。組織戦略、人の使い方、マネジメント、やる気の、従業員のやる気の、ね、火のつけ方とか、組織戦略っていうですね、人を採用してどうやって育成してその気にさせてガーッと、昨日実は京都んですね、これ後で検索してみてください、大城太っていうんですけどね、大城大っていうんですよ、遅れてセミナーに入ってきました。で黒い T シャツバシッとして体にフィットして、金色のネックレスをして、薄いサングラスをして、ベリーショートカットで入ってきたんですよ。もう一目見て元ヤンキーっていうですね、もうねいじくったんですね、ヤンキーでしょ、元悪でしょとかこう言ったら、いやいやとか言いながらね、あのやっぱそうでしたね、元ヤンカツアゲまでやってましたよ、借金取り立てもやってた。で今はですね年商120億の社長なんですよ、医療機械、歯医者向けの機械をなんとすごいですね、今はもう中国でも作ってる、ユニクロみたいな感じになってる、ファンで売るだけじゃなくてアジアで生産までしてきてましたよね。でだから日中合わせて何百人か社員がいて、工場を含めると本当に120億ですよ。でなんと本も4冊出してるんですね、で一応その華僑に学んだっていうんですね、まあ中国との付き合いが深い人なんで、華僑に学んだ経営のやり方があるんですと、僕はそれをやってるんですと、具体的にはって言ってですね、びっくりしましたよ本当。私の知ってる中で2人目です、そういった人は。1人はセブンイレブン創業した鈴木俊光さんが、それを確かに最初からその人やってました。2人目、普通の人はなかなかできない、これっていうかやったことないだけかもしれないですからね、思い切ってそれやってみたらうまくいくかもしれないけど、もしかしたら岩田さんはやってたかもしれないな、あの他弁屋の社長です、大阪ナンバーのね、今年商1億やってるんですよ、他弁から今チェーン店やめてね、今独立して弁当店をオリジナルブランドでやってますけど、びっくりした。何だったんです、この人の使い方のところで、これね元ヤンとかヤンキーとか悪いやってたようだ、で若い連中をねたくさん集めて親分やってたような人なんかがにとっては当たり前のこと、当たり前のことっていうか何だと思います、人の使い方ですよ。どうですか井上さん、経験者として。いや全然思い浮かばないですよ、で華僑もそうなんだって、だ単なる中国人の中華料理屋じゃなくて、華僑って言ったら実業家ですよね、そこそこ成功する華僑も実はそういう人の使い方、
マネジメントの仕方をしてるって。僕も同じことを実はやってるんですと。一人で始めた時でバイトかなんかその辺のよく分かんない素性がよく分かんない若いやつをと一緒に最初二人で始めた。その時からそうですと、こうやってきたんです。何だと思います？今言いましょうか。自分でしないって、人にさせると。おなんか売れる商品ないかなってもう探してこい。で探してきました、もしくは周りに行ってなんかないですか、ありましたってね、商品の仕入れまで他人にさせる。でできた、普通自分で売るじゃないですか、お前売ってこい。本当の対象ね。セブンイレブンも実はコンビニ業界で唯一セブンイレブンは直営でしなかったんです。最初から他人にやらせました。江東区の東京のなんとかさんというその第1号店に私行きましたけどね、一応仕事から見に行こうと思って。最初から元酒屋の2代目にフランチャイズをいきなりさせたんですよ。普通は本部で直営でやって自分たちでやったノウハウをフランチャイズにこう売っていくじゃないですか。あすごいなって感じですよね。だからもちろんその最初は直営でやって、その後こう人に教えていく、で人を使っていく、加盟店使っていくっていうやり方ももちろん、まあそっちの方が圧倒的多いでしょうけどね。要は自分でしない、人に任せると。これはね、私なんか結局できませんでしたね。嫁さん、まだ経理とかそういった政策系は広告代理業の時は最初から全部嫁さんに任せましたけど、ただ営業とか交渉とかコピーの書き方とか、まあ、やっぱ人にさせたくなかったですよね。まあ職人なんで私も、もともと。でもそういう人はね、いわゆるその何十億以上になる人っていうのは、結果論ですけどね、やっぱ任してるんですよね。分業体制っていうか、人に任す勇気っていうか、普通任したら失敗するじゃないですか。もう能力ないし、一般の人は。で、自分がやった方が早いですからね。というですね、こう大城太さんというですね、ブログが面白い。で、かつなんとですね、日経 BP 社、日経新聞のメールマガジン、日経 BP オンラインっていうのがあるんですけどね、そこで連載持ってるんですよ。日経 BS で連載持ってるんですよ。すぐ1ページ目に出ますよ、検索したら。ちょっとさっき移動中読んでみたけど、なかなかそこでは元ヤンのことを一切隠してネクタイした写真を表に出してね。っていうことも言うなって言われてたけど、飲み会でも全部暴露してますけどね、僕は表と裏の顔があるんですね。今日は裏の顔っていうか本性で来ましたってね。セミナーと懇親会で、だからギンギラギンで来てたんですよ。でもこっち系の日経のとか本を出してる方にはこんな感じだね、ネクタイピシッとしてなんか笑顔がこうある。一応エリート向けにはそういう顔で、かつ文章も真面目でしたね。でもね、ブログの方は多少ちょっと弾けてるんですよ。一応だから自分の実体験と家境に学んだ教訓みたいなやつですね。これね、なかなかね価値がありそうです。私も久しぶりに孫子の兵法とかなんかよくありますけど、 MBA とかいろいろありますけどね、ドラッカーとか、あんなんよりもいわゆるその概念系ですけども、この家境のこの特にこの人が書いてるからいいんですね。元ヤンだからいいんですよ。大学教授とかコンサルタントが家境のことを論じているわけじゃないから、だからいいんですかね。この人ね、著者としてもいけそうです ね。なんと今4冊目が今月先週出たばっかりかな。で2月まで毎月出るらしいんですよ。でかつこれ言うなって言われてたけど、まあいいでしょう、利害関係ね、ここないから。自分が喋るだけでライターに全部書かしてるんです。でこれ全然ゴーストライターでも何でもないですよ。台数なだけで、有名人とか芸能人とか忙しい人はみんな口述で、ライターに書かしてますんでね、これゴーストでも何でもないですね。中身は全部自分が喋ってる。そのやり方で本も今量産していってる。いきなり最初は5万部出たらしいですね、家教のなんとかの教えみたいなやつが。だからで量産できる秘訣は自分で書かないこと。なるほどって、いや本当そうですよ、すごい。ただ私なんかは1冊しかそれやったことない。これがそうなんですね、半分がゴーストライターさん、10時間喋ると1冊分なんですね。この人は200時間喋って1冊なん、もう完敗ですね。だって自分で実は制作プロダクション持ってるんですよ。年商120億のうちの一つが制作プロダクション、
あのパンフレットを作ったりするような、そこに常勤のサラリーマンのライターがいるっていうんですよ。だから200時間しゃべろうが2000時間しゃべろうがこいつの給料は20万とかね、うん、普通だったら何百万ですよ。私が払ったのは50万円払いました。ライターさんには10時間しゃべって一冊をまとめてきていただいたんで、最初30万って言われたけど、私もね同じことやってるからこれで30万じゃかわいそうだなと、ね、まあ、50万払いますけどね、いやすごい、全部あの人にやらせるっていう、人を使う能力ですよね、これね、ヤンキー系とか元悪系とか学歴ない人の方がありますね。エリート系はないです、人使えないです大体、だからヤンキー系、無学歴、中卒系とかが意外といいですよね。その姫路の二次会で行ったのも中卒で繁盛してる居酒屋のオーナー出てきますよね、やっぱそうかってと非常に感心しましたけど、そういう話はね、経営書とか経営学とか出てこないですからね。ヤンキーがいいよとかねあとはやっぱり自営業系で、かつその多少グレー 3K みたいな業界は学歴当たり前ですけど全く関係ないですもんね。これ本当私ね、学校に行って言いたいですね。だから大半の人はエリート学歴じゃないから、その人たちが、人によってはね、なんかあれですもんね、僕高校しか行ってませんとか、で最初から諦めてる人が結構多いんですよ。それは違うっていうかね、まあまあそれはどうでもいいけど、組織戦略で、あとまあ財務戦略、まあこれお金ですよね。あとはまあ時間戦略っていう、最近全く受けない長時間労働が大事ですって言ったらもう大バッシングですね今ね。あなたはいやいやそうだって思うんだよ。クレームはやっぱ前より来ますよ私に。アマゾンリビューとかであるんですよ、欲しい1点なんですよ。なんかで理由は今時長時間労働ですかって、遅れてますねってね、まあサラリーマンが書いてるわけですよね。そのある程度人をちゃんと抱えてちゃんとこうやっていく場合には確かね、その8時間労働とか多少のなんていうかな、ちゃんとしないとやっぱ人が定着しないから本当の組織経営でやっぱできないですよね。それは正しい、過度な長時間労働はダメですけど、独立起業する場合はね、土日休んで8時間労働でボンクレ正月も全部休んでとかね、あの天才以外は成功するはずないですもんね。そこをやっぱね、あの混同してますよね。あのね、ワタミが大バッシング受けましたけど、あれワタミの社員たちはね、ほとんど迷いなく365日24時間死ぬまで働けという社税の、文句言ってる社員とか元ワタミの社員に私会ったことないですね。みんな感謝してました。やっぱあれは正しいですよね。ああいったところに行ってサラリーマンやってたら自力がつきますね、本当つく。でもそれ世間一般企業にサラリーマンで、かつ大半はそんなガンガンサラリーマンじゃないですから、もう今大バッシングですけどね、多分ね、だから武田良一八大戦略がこれなくなると思いますねいやいやほどほど実はね、今日もうなんや売り切れたけど、35歳から一生負けない生き方っていうですね、これは実は武田良一の自己啓発書を、そのままだとみんな寝てしまうんで、私が半分分かりやすく解説して事例を入れた自己啓発書があるんですよ、後半の。実はそれの最終段階でこの長時間労働のところをほとんど削りました。実は入れとくと売れないから今で、自己啓発書だから、実は巨大市場のサラリーマンをちょっと狙ったんです。だけどちょっとなんかですね、一応ちょっとやっぱ入れましたよね。そしたら多分そこで、多分欲しい点がつきましたよね。時代遅れだっていうね、レビューがつきましたけどね、これもうね、それなりの社長の昔の話とか私の履歴書とかああいったやつ読むと当たり前ですよね、死ぬ気でやるっていうのは、まだ食えてない時は。でも別にそれは、ね、遊んで、ね、楽してやるっていうのも全くさ自由だし、場合によっては最近ちょっとあれですもんね、我々おっさん系が理解できないネットビジネス系の人たちで、なんていうかね、やっぱいますよたまに、もうほとんどもう8時間5時間労働ぐらいで画期的ななんかアプリとかなんかやってね、バカーッとこう
成功してるやつだとかね、たまにいますよね。うん、まあまあそれで装飾系とか長時間労働しなくてもいけるようなビジネスも、まあ、昔よりは増えてはきてますよね。そこはちょっとある程度私も認めますけどね、というで中小零細事業が成功する商品地域客層営業の仕方フォローの仕方のポイントコツって言ったら例えばどんなことがあるでしょうか。皆さんがこれから独立したいという人が目の前に来た時に、ああね、ちょっと偉そうにもし何か言うとしたら、商品地域客層、まあこんな実際こんな言葉使わないですよね。どんな商品が儲かるかとか、こうやったらいいよとか、売り方とかですよ、もし偉そうに言うとしたらどんなことを言います。もう専門用語を使わずにちょっと言ってください。脱サラなんかしたいっていう人がもし出てきたとしたら、こうやったらいいよっていう、この辺でじゃあどんどん言ってください。もう知ってる人も、あ、じゃあ岩瀬さんあたりからちょっと、まあ何の商品をこの辺で聞いたしね、結構いろんなことが決まっちゃうような気がする。ああ商品を何にするかで、なるほどね。だから、そこからまあ自分の考えの中から、まあ地域はどうするね、そうですね、はい、例えばどんな商品を選んだらいいよって言います。私は地域戦略でずっとやってますね。狭い地域とか、はい、もう狭いお客さんのところに売るっていうところが、ね、まあ、アナログバリバリアナログ密着戦略なんで、そういった商売の場合は地域を狭くした方がいいよと、はい、で客層、客層はどういうところに絞るかっていう、まあ絞るってですね、まあ絞るってことですよ、絞るっていうことですね。まあ、もちろんその例外があるんですよ、言っときますけど、ものすごい画期的な商品を持ってたらこの辺に絞らなくてもいいですね、まあ、例えばこんな人いないけど、いきなり独立と同時に犬キロみたいな商品をバシッと持ってるな人ないでしょうけど、あ、たまにね、日本に入ってこない舶来品、日本に代理店がない輸入もされてないようなやつの日本総代理店権を持ってだとしたらですよ、で誰もがすげえと思うような商品をもし持ってたとしたら、一気に全国の例えば百貨店とかスーパーに卸すとか商社経由ですよね、で商品もユニクロみたいな誰でもいけるっていうような商品だったらいきなり広げてもいいんですよね、まあ普通ありえないですね、そんな商品でね、画期的な商品は、他なんかアドバイスするとしたら、素人にやっぱ客層の中で、はい、そういう客層のリストですね。あ、はい、僕らでしたら電話で物をポンポン買う人というリストですね、はい、これがないと商売にならない。なるほど、それ買ってるんですね。え、買ってるんですね。自分で作りますね。作る、はい、どうやって作るんですか。で例えば電話帳が新しく出るじゃないですか、はい、で古いやつと比べて、はい、で新しい人が乗ってたりするの、ね、おうおう、で今の電話帳で名前載せる人って少ない、はい、その新しいとはすごく丸い人って言いますかね、個人情報とか関係ないと、個人情報関係ないっていう人ですね。今個人で電話帳載せる人はもう少ない、あ、少ないんですか、あんまり言うと皆さん関係ないけど、やってみたらすごい、でそれ自分で作って、あとまあリストも買うんですけど、自分で作った方がよく、あ、そういうリストが自分で作った方が売れるやつ、あ、でもそこが大変じゃないですか、自分で作るのが。まあそういう意味なんですけど、一人やっちゃう、あ、一人やらせる、アルバイト。なるほどなるほど。だからよく客層思うんですけど、僕らも50代60代の主婦欲しいんですけど、はい、出回ってるやつはもうやっぱ叩かれてますね。なるほどね。自分で作るとその料金は僕らに上手じゃないんですよ、安い。なるほど、あ、でもすごいですね、それってね。いや、それも先生の本に書いてある。いや、そんなこと書いてない。書いてない、そんなことは。人の使うこと、せい、ニッチなこと、せい、ニッチなこと。まあそうですよね。そんな詳しい言葉で今日で来たし、ラッキーですよ。そんな言葉で書いてないですけどね。正直戦略系だから、現場の戦術はあんまり書いてないですけどね。あ、でもすごいですね。あとはね、その電話セールス昔やってた人に聞いたら、電話帳で電話のかけ方がある、こうかけると打率が上がる、上がりやすいと、こうかけるとやっぱダメなんです、
何だったやつ、ちょっと知ってるかもしれないけど、電話帳もらった時に、まあ学校のリストでもいいですよ、卒業名簿でも何でもいいけど、こうありますよね、まあ20ページぐらいあるとしますよね、後ろから、あ、その通り、なぜでしょうって分かった人、前はみんな書けるから、その通りですね、なるほど、これ大体あから書けますもんね、で大体もうさぐらいでみんな諦めますもんね、あ、うん、書けないですよね、そう、和から書けるって、もっとね、なんかの電話セールスやってた実績上げたなんとかさんという人が本も出した人ですよ、あのもう昔の話から言いますって、電話の場合は和からですよとありますかね、そんな傾向、まあちょっと違う人ですよね、マイルさんはリストが荒らされてないと、まあウブで、まあ、電話すれてないとお客さんがね、いや言ってみたら、でも本当そうですよね、はい、そういう意味では田舎の方もあのすれてないかもしれないですね、取れますかね、ああウブなんですよお客さんが、はい、これ実は昨日かな一昨日かな、一番この中で一番受けたやつがありましてね、あ、京都で昨日受けたんですよ、えらい受けたのがですよ88番、これも本にはちょっとまだ書けない私は、88番弱い者いじめの法則っていうですね、これ受けましたね、で実はネット上でも受けててね、で一部の人が分かんないんですけどね、ネット上でも Facebook でもブログでもちゃんと私書いてないです、書くとやっぱ言葉がえげつないから書いてないんですけどね、実はまあこれ実は40年前に私たちのランチェスター系の先輩の田岡信夫さんという人が本が300万部売れてた時代です、あの人の本が昭和40年代50年代前半ですけど、ものすごいランチェスターブームが大企業が全部導入、まあ勉強したんですね、勉強したんですけど、その時に流行った言葉の一つなんですよ、弱い者いじめの法則って、あとは袋叩きの法則かなとかね、なんかもうめちゃくちゃなこと言ってたんですよ、で当時はもう戦争世代が多かったから平気だったんですね、そういうのがやれとかね、もうローラー作戦だとか、これ何だと思います、弱い者いじめが大事なんです、うまく生き残ってるところは全部この通りやってます、結果として弱い者はいじめてるんです、どういう意味だと思います、なんかちょっと思いつくこと言ってください、弱い者をいじめるのが大事なんですと、経営ではって、ほとんどからお客さんを奪う、あ、実はそうですね、一つがそれです、お客を奪う、まあほとんどもうライバル状態ですから、どの業界もどっから奪うかっていうことですよ、自分よりしょぼいお店とか、そう、自分同業で自分よりしょぼいライバルからシェアを、お客さんを奪い取るっていうですね、あ、そうですね、まあ、最近はだからもうセブンイレブンがもうやりたい放題ですよね、わざと近所に出して、後から行ってもうどんどん食ってますよね、もうだからナビスコなんとかとかポプラとか、まあ、サンクスとかあの辺だったらもう一頃ですね、セブンイレブンが来たよねまあセブンイレブンはだからもうトップだから、もう自然と何やろうが全部弱い者いじめになってるんですからね、で我々はこう2位とか3位とか業界でその地域での場合がどうやるかと、ついね1位を目の敵っていうか上を狙ったりしません、その業界で自分よりも成功してる人たちの真似をするっていうか、でそれはダメって言ってるんですよ、私の先輩コンサルが、そうじゃなくて自分がもし2位だとしたら3位4位5位の同業他社のシェアを全部取るんだって、弱い者をいじめる、これが正解なんだってですね、というふうに田岡信夫さんはずっと言ってました、ところがあまりに言葉がもうダメだった、現代はまずいっていうことで、この使う、この言葉は使うのは使用禁止になったんですよ、こうランチェスター学科の学派の中でですね、で今速下の敵を叩けって言います、足の下の敵を叩けっていう言い方になってるんですね、よく分かんないけどね、こっちの方があるか分かりやすいですよね、弱い者いじめ、ね、多分書いたらバッシング受けますね、ネット上ですね、それに隠れたもう一つ弱い者いじめの対象があるんですよ、これは田岡さんは言ってません、私だけだけど本にも書けません、今のところ
ね、こういう虹だりだったら言えるで、栗を出した人たちは OK ですよ。これ役所主催だとは言えないですね。何でしょう、もう原理原則通りなんですよ。弱いものいじめるしかないんです。何でしょう、ね、ライバルを叩け、一つは弱いライバルを叩けっていうんですよね。敵は弱いライバルだと。もう一つ、お年寄りとか子供とか赤ちゃんとか、例えばそういうことなんですけどね。例えば業種によっては、うん、それはどういうことでしょう、情報弱者、まあ例えばそういうことです。例えば今自分よりもその商品に対する知識情報を持ってないとか、さっきちらっとね、電話セールス心理屋さんが言ってましたけど、姫路の方がいいとかね、うぶなわけです。もっと言ったら、情報弱者っていうことは比較検討しないお客さん。実はその客層向けで年商1700億やってる、誰もが 100% 知ってるある会社、どこでしょう。本社は九州です。ジャパネットですよね。はい、皆さん、なんとこれとこれさらにこれがついて、なんと金利は24回分はジャパネットが負担、ね、最初から商品価格金利入っとるのかってね普通の野郎ならもうすぐ分かるじゃないですか、ね、でなんかもう最近もう笑ってしまいますよね。なんと39,800円です。ですが今日は特別に29,800円です。さらに下請け品を出していただくと1万引きってことね。どういうこっちゃ、最初から1キッパで言わんかみたいなね。夜店のあれですよ、なんかガマの油を売るあのヤシっていうですね、トラさんですよ、トラさん、あれと同じノリですよね。だからもう佐野が発達した人はもうバカにして多分絶対買ってないと思うんですよ。ジャパネットから買ったことあるっていう人、あ、いた。それ何を買いました？パソコンですね。パソコン、それ買った後どうでした、満足度は？もうごく普通でしたけど。普通でした。それ何年前ですか？もう7年8年前。7年8年前、なるほど。さあ PC 系は疎いですか？疎いです。あまあカモだったわけですよ。ただね、私今ね、いろいろこうやってジャパネットらしいよくするんで、このまま落としたままだとやばいから、実は定期的に私ねチェックするんですよ。ジャパネットの CM があった時に直後にすぐ検索するので、ネット検索すると、それとお得な価格かどうかってすぐ分かるじゃないですか。お得です、今は。っていうか最安値です。ほぼ最安値になってる。だから損はしませんね。なんかつけてどのこのいろいろやってますけども、あ、だから下取りセールなんかそういう時はああいったジャパネットとかその時の通販会社しかやってないかもしれないですからね。実はね、買った方は損じゃないです。で、売ってるものは一応ちゃんとしてるから、たまにレイコップみたいなね韓国品だけど、日本にあれなかったわけですよね、布団掃除機が。で、今はもうアイリスオーヤマとかも出してるからあれですけど、実はあれ損しないです、ジャパネットが売ってるやつは。物もいいし最安値クラスで、かつアスカメーカーから一括で仕入れてるから、だから安売りしても儲かってるんですよね。返品しないからですね。ただメインターゲットは60代70代50代後半です。ジャパネットの客層は2、30代はね 3%5% ぐらいしかないんですよ。クラーってずっとジャパネット、客層ジャパネット、悪徳ジャパネットとかね、ずっと検索していったんですよ。唯一私で見つけた、多分私だけじゃないですよね、ジャパネットの社内データ客層データが出たんですよ、パソコンです。はい、でメインが60代なんですよ。次は50代70代で20代30代合わせてもテンパないんですよ。やっぱりすごかったね。やっぱ買わないんですね、若い連中は。っていうか最初から客層捨ててます。うるさいのはどうぞ価格込むかアマゾンかビッグカメラ行ってください。